ここはね、名古屋からね、ちょっと隣の、亀島駅ですね。亀島ですね。ここら辺名古屋。感じでギューに穏やかになるんですよね、名古屋って。ということでね、せっかくなんでね、この名駅はね、皆さん有名ですけど、あんまりね、有名じゃねえであろう、ね、マイナーであろうのね、亀島駅から、本日の間、それからですね、ちょっと新企画でね、本学から新企画で、よくね、駅周辺の散歩とかあるじゃないですか。そうじゃなくてね、駅と駅の間をね、散歩してみようと。駅と駅の間にもなんか面白いものがあるんじゃないかというね、重箱の隅をつつきまくっていこうということでね、そういう動画を撮っていこうということで、今回はね、とりあえずね、このお隣の駅、亀島から、本陣までね、記念すべき第一弾としてね、やってみようと思いますよ。これ新しいですか。ただ、駅自体は相当昔に作った、構想は結構面白いですけどね。結構ね、各地に古い構造の、なんか面白いもの貼ってありますね。さて、どうご利用くださいまして、お答えします。名古屋駅から栄え藤川湖方面に停止込んで、反対方向の軽めの上に移動して、これ折り返し、藤川湖方面の列車に乗車されますと、ベッド乗車しようとの場合は、それでご注意ください。こういうね、注意書きが貼ってありますね。これ、中村区役所の方でもね、見受けられる方、役ですけど、要は、名古屋から境の間がすごいと思うんですよね。それで、もう見てもらっての通り、亀島に来ると一気にガラッガラになるわけです。ですから、それを見越して、こうね、これ逆方向ですけど、名古屋、福島、境方面に行こうとする人が、亀島にまで一回戻ってきて戻るっていうね、まあ、これは折り返し乗車になるんで、ね、これは NG ですよってことなんですよね。まあ、ちなみに多分、ドミチェコ切符の場合は、周遊切符なんで、それには、対応してこないと思うんですけど、ね、なんて、ここで出て、まだ見ても、周遊切符の場合は、関係ありませんから、これ、生産をして、また生産をするって形になるだけですんで。さあ、ということでね、亀島、着きましたよと。一で言ったらね、もう本当に名駅からすぐなんですよ。でね、なんですけどね、亀島はね、あんまり知られてないですよね。ギリギリ名駅の駅西のあたりになってくるはずなんですけど、私もちゃんと降りたことないですからね。さあ、なんでしょう、この。ゲオはわかりましたけど、サイクル系って。これ何、サークル系書き間違えたのか。それとも本当にサイクル系ってあるのか。気になりますね。で、ゲオマルケなんですね。ゲオがあるのよ。ゲオから曲がって、ゲオの方に向かっていったらサイクル系がある。一回ちょっとじゃあ行ってみましょうか。こうやね。なんか偉いぐらりとした。ちなみに、名古屋、韓国とかこの辺りあるんですね。はい、名古屋、愛知、韓国とかいろいろあるんですね。トムサハミダーとか。トムサハミダーっておかしいでしょ、ここで。あまり韓国語を壊すような顔しないような。一応ハングル、軽くかじってるんですけどね。ですので、書いてある文字がどういう風な音なのかはわかります。ただ、それの意味は、では、音にしてしまうと結構、それを音読みで漢字に変えてしまうと、まあまあ、それなりにわかるようにしてますんで、韓国語は。実は一応ね、そういうのがあります。あ、ゲオがある。ゲオを曲がるってなってましたね。じゃあ、試しに行ってみましょう。曲がったところに、さあ、あるのはサークル系から変わったファミリーマートなのか、それとも本当にサイクル系という謎の店があるのか、まあ、サイクル系だったとしたらきっと、なんでしょうね、サイクルやから、自転車屋さんかな。これはね、ちょっと謎が謎に見つけきますよ。パーキング結構安いですね。打ち止め700円。夜は打ち止め300円。こっちも夜間打ち止め300円ですね。こっちは20時からですね。20時までこっちは600円。なるほど。
ニーズに合わせた料金設定になるわけですね。こっちは8時まで込めても600円ですよと。なるほど。向こうは6時までで700円ですけど、夜は6時からもう300円の打ち止め始まりますよ。なるほどね。いろいろやってますね。面白いな。ちなみにこの辺りやっぱし名鉄教師さん多いですね。名鉄のあれですんで。まあ、4日市にもありますけどね。伊風家町でしたっけ、これ。あ、こんにちは。24時間800円。なるほどね。いろいろと言ってますね。で、この駐車場の多さね。名駅から、東京から一駅出たところで、言ったら神田とかでしょ。神田とかしながらで、600円、800円打ち止めのところなんて絶対ありえませんよね。うん。そう考えると名古屋というのは、面白い。ですね。すごい。ああ、昔ながらの。すごい。まだあれですね。まだあれ、頑張ってますね。すごいな。いやで、とか言うとると、しれっと。望みと思われて新幹線を走ってくる。そうこう言ったうちにまた今日が出てくるはずなんですけどね。いっぱいなんてことは豆腐とかそういうのやつだかな。いっぱいってでも業界用語なんですよね。スーパーとかで働いてる方たちは絶対に聞いたことがあるし、スーパーでニッパイって言葉知らなかったらね、潜りって言われていい勢いですけど、ね、いわゆる豆腐とか、冷蔵品のね、ああいった加工品売ってるコーナーのことをね、ニッパイコーナーって言うと、お漬物とかもそうですね、パックで売ってるお漬物みたいなやつね、お店で加工してるようなやつじゃなくて、とか、その他ものものですね。うどんとか、ね、冷蔵のうどんね、とかさ、うどんの玉とか、いろいろと売ってるじゃないですか。あのあたりのコーナーのことをニッパイって言うんですよ。で、大体、そういった和風のものうどんとか、豆腐とか納豆とかは、和ニッパイって言って、で、チーズとか、ああいった、洋風なもののやつを洋ニッパイって言ったりしてましたけどね。もう新幹線走ってくるね。すごいですね。横浜はこんな新幹線走ってます。あれこれ窓枠が。ベンティポーズさんってこんなところにあったんですね。あ、すごい。すごい。どうだ、はあ、おゲオが出てきたかなと思ったらこれブゴやな。あれゲオじゃねえ。あれゲオ書いてありましたよね。これはね、いつも似てますけど似て非なる存在ですよ。ブッコフってなってますね。とか、こんなところにブッコフあったんですね。それも知らなかったけど、ガード下にあるんですね。あ、これはもう買い取り専門なのかな。あ、戸を取ったら、あ、反対側にも同じような色々があると思ったら、ここにゲオあるんですね。すごいな。こんなところにゲオあった。あ、ここで電池が切れた。よし。さて、ということはゲオも見つけましたよ。ということはこの先にあるはずですね。でもそこにはセブンイレブンありますね。で、フィールがありますね。フィールは昔のナフコですよね。昔のナフコ、ナフコカニエが、フィールに変わったんでしたっけ。
でみなっこっていうとね、結構、全国的にはホームセンターの方が有名かもしれませんけど、さあそうするとこの先に出てくるはずなんですよ。ああ表玄関ちゃんとありますね。ゲオ、こっちにちゃんと表の玄関があって、あそこもちょっと気になってるんですけどね、お目当ての手作りおにぎり、ちょっとあそこのおにぎり気になりますね。まずは、あったサイクル系あサイクル系や、予想通り自転車屋さんですね。こんなところに、ああそっか、ね、車で走ってたんですけど全然気づきませんでしたね。これはサイクル系ですね。これはファミリーマートに買収されずに見事残ったんですね。よかったよかった、うん、ということでとりあえず看板に偽りなしということは分かりましたね。よし、よしよしよし、少しずつミッションは果たしてますよ。じゃあ次はおにぎり屋さんで買っていきましょう。言うて朝何も食ってないですからね。ということで道渡って来てみましたよ。手作りおにぎり、せっかくやっぱりちょっと何か買ってきましょう。こうしてみるとサイクル計算相当な主張してますけどね、意外と気づいてなかったですね。さあなんか、ね、お好み焼き屋さんとかもあります。完全下町のエリアに入ってますけど、さあ買ってみましたよおにぎりね。ちょっとごめんなさい、うまいこと見せれないですけど、あとでどっかでね、ちょっと公園かなんか見つけたら だいたい食べようかなと思ってますけど、いやー結構ね、3個買ってみたんですけど、おにぎり、おにぎり3個で409円やったかな、うん、そうですね、409円。いやーこれ思ったよりボリュームありますね。1個1個と相当でかいですね。3個買った今日、これ3個買ったらさすがに俺でも結構膨れるんちゃうかな。よし、コンビニのおにぎりの感覚でいったら飽きませんね。いやでも値段安かったな。だってこの手のおにぎりで1個130円とか150円で、まあ高いやつやとね、うなぎおにぎりとか180円とかなってましたけど、なんか梅まぶしが160円とかってなっとったかな。これは有価幼稚園、なんとこれ幼稚園あったんですね。しかしこれみるみる温度上がってきましたね。バーどっち行きたいのかな。まあね、とりあえず本陣の方を目指してるんですけどね。ああ多分こっちまでスーッと行ったら本陣の方行くはずなんやけどな。なんとなくね、東山線ってね、まあ、地図もそういう風に書いてあるか、こう名古屋出たらこうずぐるーっと鍵状にね、ぐるーっと回るような書き方してあるんですけど、実際そんな感じなんですよね。ぐるっと回った、これまたすごい。あ、こっちが新しい店なんかな、すごいね。でも向こうの倉庫みたいに使ってるみたいですね。へえ。そう、実際にぐるっと回って、だし何せ最終的に八田からね、高畑の方に行くわけですからね、あとはね、近鉄沿線でもあります、 JR の沿線でもありますからね、位置が把握しやすいんですよ。まあ車であの辺りはよく走ってますし、中村高原からそっちの方にかけてはね結構よく走ってたんですよね。ここまで左高なんや、ああ左高町って書いてあるな、うん、じゃあどっちかというと名鉄の駅の方が近いんかな、左高駅の方が。ちなみにあれ左高って伸ばすんかと思ったら佐古町ってなるんですね。へえ、知らんかった。こんなところにお好み焼き屋さん、お好み焼き300円って安いやん、すごいな、丸やん。
いやー結構ありますね、いろいろと。さすがにおにぎりがあるんであれですけど、ちょっとこの丸屋さんをちょっとキープで、またちょっと、次の機会にこっちの方はちょいちょい来ると思いますんで、昔ね、よく大須でも、あ、郵便局にさ、配ったの、道教えてくれ郵便屋さんっていうね。でもここはさすがに私の知ってるね郵便局にいるわけでもないし、ここで多分知ってる郵便局員がおったら、それはそれでね、何やってるんですかってなりますからね。あ、ちなみに郵便屋さんやね、誰々さんって言ってどこですかって聞いても絶対教えてくれませんからね。し、郵便屋さんの人ね、まあ職場でもね言われると思いますけど、絶対教えちゃダメなんですよね。個人情報の漏洩になっちゃうんで、結構ね、本当にね、そういうね、詐欺まがいのね、来たことありますよ、私も。これで、お、終わっちゃうか。で、ゲオが見える。なんかどこに行ってもゲオがあるな。これまっすぐ行ったら中村公園とかあっちの方行くやろ。中村公園で食べてもいいんやけどね、公園ないし。これ中入りましょうか。これもずーっと行ったらね、これもずーっと行ったらいいはずですよ、多分。この辺りが佐古前町、なんて読むのこれ、お伊勢中学、なんて読むこれ、お伊勢であったのかな。あ、書いてあった。あ、あった、お伊勢、お伊勢中学校なんや。へー、ビデオカメラがもっとれんぐらい後いな。よいしょ。あら、ポスト発見。よいしょ。ああ、どっちにしろここ封鎖になっとるわ。なーし、またでかいの作ってますね。これ何やったっけな、14号やったかな。あのポストって1号から14、15、16って感じでね、1、2、3、1号、2号、3号とかっていろいろあるんですけど、1号はなんか角型とかね、丸型っていうのは、よくCM とか広告に使われる昔ながらのポストですね。で、角型っていうのはこれまた一般的に昔よく見かけた2つ口があるタイプの角張ったやつね。これまたポストと言ったらね、昭和後期の人はね、から平成前期のぐらいの人はね、もう、見慣れたもんですと思いますけど。さあ、この辺りも集配してますね。ちなみにね、こうやってね、郵便物を配るのを集配業務って言うんですけどね、今の時間は何でしょうね、通配かな。この時間だと即配の人が毎朝で出てきとるなんてこともありますからね。でも、バイクの止まり方が通配だよな。どうなんでしょう。お、配ってますね。あ、通配みたいですね。よいしょ。ご苦労様でございます。土曜日もね、配達ありますかね。今度なんか土曜日の配達がなくなるなんて話もありますけどね。どうなるんでしょうね。まあ、U パック配っとった身からするとあんまり関係ないんですけどね。結局土曜も日曜もありますからね。そして私はうすうす嫌な顔がしてきまして、それ道間違えてね。これ何なんでしょうね。なんかまた変なビルありますね。アラビア語みたいなのが書いてありますけど、全然読めないですね。なんか本やろ、アラビア語なんかな。何？下に書いてあるな。名古屋モス、あ、モスクか。モスクか。あ、モスクってことはもうまんまアラビアやな。じゃあアラビアも言って間違いなさそうですね。しかも結構正真正銘のですね。こんなところにモスクだったんですね。やっぱうちがね、モスクって言うと、気をつけましょうね。結
構ね、最近自転車がピューって来るの多いですからね。私なんかうんこばとって赤信号のところをね、ピューって渡ってこられたことにな、ちょいちょいあります。あいつ来てな、暑いもんな。あ、こんにちは。あ、それかいですね。それがイーシャムのお店なんですね。中東通りなのかな。ガンダーラやから、こっちはインドかな。さあ、これは酒屋さん。お酒ね。あ、冷たいお酒もいいな。暑い。暑いよ。え、なんだこれ。なんだこれ。なんで、なんでこんな。何これ。あんまこっちのお宅つつのもあれでかもしれませんけど、ああ、そんでおられるお宅みたいですけどね、何なんでしょうねこれ。えらい散髪屋さんセットが揃ってますけど、散髪屋10店舗くらい開けるんちゃうかってぐらい揃ってますけど、どんだけ回したんでしょうね。何なんでしょうね、わからん。でここら辺まで来るとな、いろいろね増えてきますけど、どっち行ったらいいかな。山中松原町、松原町って言われてもピンとこやんな。それにしてもここすごいです ね。あまり政治的なポスターを写すのあれかもしれませんけど、よく見てみるとこれ、ね、一番端っこは町内会やからあれとして、立憲民主があって、公明党があって、自民党があって、共産党があって、幸福実現と、すごいですね、すごいですね。あとは令和新選組と N 国党ですかね。あ、社民党もね、国政制度のまま残ってましたね。社民党のねポスターもぜひ貼ってあげて、みんなねフルコンプしてほしいところですね。面白いな、あんだけ貼ってあると潔いな。というかこれ本陣じゃなくて中村日赤の方行ってねえか。なんか本陣もう過ぎてしまっとるような気がするんだけどな。ちなみに本陣はね、一回歩いて行ったことあるんですよね。真夜中だったんですけどね。ちなみにここ安いですね。24時間400円。あれ安い。めっちゃ安い。すごいね。ね、これ安いところはね、ニアリーコールでですね、400円まで下がってくるってことはね、これね、駅から離れてるはずなんですよね。渡ったらなんか変なんがあるやん。変なんちゅったらあかん。わらび工房。足が合うんやった。わらび工房。なんわらび工房って。気になるけどな、看板もなんかね新しい感じに書いてありますけどね、やってないのかな、この時間がやってないのか。いやだってこの暑い中わらびって聞いたらね、あのわらび餅ね、わらび餅ですよね。わらび餅のイメージしかわかんないですよね。あのわらび餅、わらび餅って、これなんかでも結構ローカルらしいですけどね、うちらのところはたまに来てましたね、たまーにでしたけどね、そう、あまりたまりなんで来るとね、わらび餅やーと思ってね、行くんですよね。まずそういうので、ね、食べるとね、新日に冷やしてあるんでね、美味しいんですよね、わらび餅って。何なんでしょうね、わらび餅の魔力というのは。安いのに売ってるのもあれですし、まあ、やっぱあれピンキリありますけどね、わらび餅は。あれ、これあかんなぁ。これ、無駄に席どころか中村公園の方向かっとる気がするなぁ。だって鳥居通りって出てきたもんなぁ。あかん。鳥居通りやん。あのね、そんなに地名詳しくない私はもう鳥居通りはわかりますよ。あれで、あ、でも本陣調剤薬局って出てきたな。本陣は本陣なのかな。
いや違うな、これ違う、だって鳥居通りや。市バスのバス停あるよ、見てみるやろ、鳥居通りやろ、なかなかねと越えて、あ本人もうほら通り越しとるね、もう通り越しとるがねね、方向橋とか、まあ方向的には別にあのいいんですけど、いや飲み物がいる、飲み物もいるけどトイレもしたいし、しゃぶしゃぶ太郎ってあれですよね、確かスタミナ太郎、スタローがやってるところですよね、しゃぶしゃぶ太郎って一回行ったことあるな、港付きあったかな、名古屋の港区かなんか行った時、もうずっと昔ですよ、15年ぐらい前、そうですね、バゴワールで行っとって、そうですね、15年ぐらい前ですよね、に、行ったことありますけど、まあどうなってるんでしょうね。確か、回転寿司屋に居抜きしたところで、なぜか回転寿司のシステムそのまま使っとるんですよね、どういう食べ放題なんやってよくわからないようなね、感じでしたけど。なんか、注文すると、回転寿司のね、オーダーみたいに、スシローのね、やつみたいな感じで、くるくるくるって注文したやつが、回転のレーンに乗ってやってくるみたいな、そんな感じだったと思いましたけどね。まあもう多分変わっとると思いますけどね。これも中村二席のあたりじゃん。あっつ、鳥居通り三丁目やから。そうやね、中村二席やね、もうこれ。あっつ。あ、そうや、これ、だって、赤十字のマークがあるで。これ中村二席ですよ。よし。ね、ここまで来ればね、万一ここで熱中症で倒れてもね、即運ばれますからね、いやいや倒れやんに越したことはないんですけどね、いや久しぶりに来ましたね中村日食、これ学生の時に来て以来なんですよ中村日食、まあ大体こんな感じですよね。さあとりあえず駅着いたけど、駅の中に自販機ないと思うで、あるかな、あ今やったらあるかな、よし、ちょっと涼もう、あかん、暑い、懐かしいな、中村日赤まで来ましたけど、こんなのですね、戦前の名古屋駅、バスってこういうやつですよね、そうだと、さすがにボンネットバスは元気であり乗ったことないですけど、参考もこんな感じでバス走ってますよね、行き先のところとこう分かれてね、そうで当時住んどったところが、11系統のね、11系統の新小杉行きっていうのに乗るんですけど、当時は10系統の桑名行きっていうのがね出てて、今もないですけどね、あれと乗り間違えるとね、悲惨なことになるというですね、桑名まで行っちゃいますからね、さあしまった、自販機がない、自販機がなきゃ、うわっ赤十字路こんな直通通るなんて昔からあったっけ、なんか私が前に来た時はなかった気がしますけど、ね、ここめっちゃ涼しいんだ、めっちゃ涼しい、めっちゃ涼しいけど自販機ないかな、はあ、名古屋第一駐車場、どうですかこれ、赤十字病院の
由来ですね、これ多分スイスですね、やっぱし。1864年からですね。こんな風になってるんですね。知りませんでした。いろんな。そうですね。やっぱ2010年やから、前来た時は、こんな、新しいなってませんよね。前来た時は確か2004年ですもんね。なんか見たことありますけどね。なんでこれね、中川に来たことがあるかというと、この近くにね、博物館があって、そこに博物館学芸員の、授業でですね、ちょっと、行って、そのいろいろとね、見学をして論文を書くみたいなのがあって、すごいですね。こうして見ていろいろあるんですね。でここから先は病院なんですね。さすがに病院の中はね、撮影 NG やと思いますので、やめろと思いますけど、休館で何か飲み物をくださいって言うんですけど、ね、あ、言うとったね、タリスコーヒーやんの。すごいな、今の中村錦。タリスコーヒー入ってんだ。入ってきましたけど、すごい綺麗ね。うわ、すげえ。病院というよりなんかね、本当にね、そういった駅前の施設みたいになってますけど。ちなみに中はこんな感じでミニストップさんが入ってました。で、ミニストップさんでちょっと、飲み物とかね、買わせていただいて、で、向かい側にね、イートインスペースがあったんで、そこを使わせてもらうような形にしました。で、ちょっとね、もう病院のね、イートインスペース、ね、共有スペースとはいえですね、これ病院の中ですから、さすがにね、ちょっとね、カメラとか回すのはね、どうかと思いましたんで、まあちょっともう、静止画のみになっておりますが、入り口のところね、こんな感じで、この、もう、連絡通路でね、まあ、先ほどね、駅側からの方を映しましたけどね、もう、こんな感じで、もう、つながっておって、中もね、空調が効き取る状態でしたね。大変、すごく綺麗でね、使い方良かったですね。で、これがね、タッシさん、で買わせてもらいました、おにぎりですね。すごく美味しかったです。美味しかったんですけどね、これね、美味しいのもね、さることながらね、サイズがすごいんですね。これ、横向けた方が分かりやすいですよね。これ、縦横の比率がおかしいんですよね。すごい分厚くて、本当にね、これはね、相当食べ応えがありました。ちなみに、私ね、全然、存じてませんでしたんですが、この後あったね、地元の友達、名古屋のね、友達に言わせると、いやいやいや、結構有名なところだよって言って知らんかったんでね、言われました。でもね、三重県民、四日市の人たちからすると、おにぎりの桃太郎とか、まあ、そんな感じでね、結構、地元の人では結構有名なところだったらしいです。存じてませんで、申し訳ございませんでしたが、大変美味しくいただきました。ありがとうございました。ということでね、この動画はね、以上で締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。